視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。広島山口編、本作で4本目になりました。現在地は広島県三原市の三原駅です。当初、芸備線、そして木月線を利用する予定だったんですが、今回 JR 西日本の広島イーストパス買ってます。芸備線に乗ってしまった場合、せっかく2日間利用できるのに1日分金額にして1800円分を無駄にしてしまうことに気がついたんです。それでこの三原と尾道で広島イーストパスを使った各駅停車の旅をしたいと思って企画をし直しました。まずは三原市で楽しみたいことを2つお見せしたいと思います。駅に来ました。それで三原でやってみたいことが2つあると申し上げたんですけれど、その1つが三原城、三原駅からすぐ近くにあるんですが、あの毛利元就の三男小早川隆景、三原城を居城にしてたんです。今は石垣しか残ってないらしいんですけど、で2つ目、三原プリンというプリンがあるんだそうです。しかも三原駅の中で食べられます。土日祝日は10時から営業してるらしいんです。平日は午後1時からの営業なんだそうです。この映像を撮った2023年12月13日は平日です。まずは三原城へ行き、そして午後1時になりましたら三原プリンさんのプリンをいただこうと思います。早速行動開始です。高影広場という三原城の天守、この先にあるみたいです。なんだか噴水の音がするんですけど、あ、これか、これがそうですね。三原駅の西口を出てわずか数分だったんですけど、三原城の天守台ありました。原爆死没者慰霊碑、広島でも天馬鶴見てきましたけど、なんかやっぱり深い意味を感じますね。後ろに見える銅像が毛利元就の三男小早川隆景です。小早川隆景というと大河ドラマ毛利元就、9歳の時小早川家に養子に出され、元就の最大の武器である知略を隆景が引き継いでたと言われています。そして後に豊臣家の五大老にも選ばれてます。で、なんでこの三原が大事だったのか。三原のすぐ近くに因島だったんです。因島に村上水軍がいたんです。水軍を抑えるということは瀬戸内海を抑えても同然だったんです。そのため因島村上水軍とつながりがあった小早川家を毛利家中に入れることはとても大事だったという意味で、彼は重要な役割を果たしてたんだなって三原に来て強く感じました。予定時刻よりも早いんですが、三原プリンさん、プリンの方を購入していただいてもいいですよとお声掛けいただいたので、早速買っていきましょう。やったー。ご了承をいただいてショーケースの中身を映させていただいております。ご覧のようなラインナップで、とても美味しそうなプリンが
ずらりと並んでおります。まず左側、タコのプティングサレというおかずプリン、右側、三原の地酒が入った柑橘入りチョコプリン。周り人がいらっしゃるので場所を変えて店主台でいただこうと思います。こちらが三原城跡、駅に直結しているお城といえば長岡城を思い出しますね。すごい景色が広がってます。天守台上がってきて分かったんですけど、下り方面に向かう乗り場が見えていますし、もう少し進んでみると高影広場見ることができますね。三原プリンさんで買ったタコのプティングサレと柑橘入り酒チョコプリン、実食始めます。まずはタコのプティングサレ開けてみます。意外と簡単に開いた。中身こんな感じです。三原の郷土料理タコ飯をベースに考案されたみたいです。一さじすくうとこうなります。プリンがベースにはなってるんですけど、その中に食感のいい食材入ってて、おかずプリンといって遜色ない一品ですね。まるでジャムみたいですけど、タコが入ってます。タコの食感もいいな。続きましてこちら、柑橘入り酒チョコプリン。外側のパッケージを取り外して蓋を取るとこんな感じになってます。このチョコプリンにお酒の入ったカラメルを垂らしてみますよ。カラメルを入れた状態こんな感じ。それじゃあいただきます。カラメルと混ぜながらすくってみるとこんな感じに。三原の地酒とチョコプリンがお互いの良さを引き出し合ってるように感じました。これはうまい。三原で最高の思い出を作りましたので尾道に向かいたいと思います。尾道は糸崎で乗り換えて隣の駅です。今回の広島山口編第4話、楽しんでいただけましたか？本作冒頭で予告した通り、次回配信の第5話は尾道市での一人旅がメインテーマです。ぜひご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。